わからない。あいつマジで本当に何でしょう。ついてこい。あくなしもくもう食事がなくて本当になんて僕みたいな人間が生まれてくるんでしょうね。本当にマジか。6番これは監視も呆れるわ、ね、6番、はい、お前の処遇なんだから。笑いすぎて涙がすいません。はい、マイナス3日とするか。あーやばい。もう1週間切ったやん。え、もう今行った、そっち行けた。うん、行った。今ね、カーペット落ち、はい、落としたらね、穴見つけた、はいはいはい、穴マジで。9番、はい、一応チェックする。はい、明らかにな、ここから見ても分かるんだ。そうですね、かなり違和感ありましたね、本当に。ここを見たときにここに羊毛があるはずないもんな。それはどう考えても、もうあの、その弁解のしようもないです。よし、休憩時間っていうか10時間は、9番は終了だ。はい、出てくるように、はい、よし、こちらで、8番。はい、8番はどうする。自主的に作業を続けてもいいが。あ、じゃあ続けます。わかった、羊毛の追加は後で持っていくか。あ、わかりました。監視もため息ついとるやん。監視もね、苦労が絶えないですね、本当に。9番はくつろぐ、はい、8番はもうちょっと待っててくれ。はい、ボンクラ反省してよ。はい、今めちゃくちゃいいとこ見つけていけそうだったんだけど、はいはいはい、ブロックが土ブロックで息が続かない。これさ、まださ、うん、こっち来る可能性あるから懲罰棒の先行けないんだよ、僕。俺んとこに来た時に、そうですね、スコップ作んないといけないのか、これもしかして。スコップもいる。8番すまなかったな。はい、あー少し事情があって遅れた。あ、大丈夫ですよ。ちょっと辛い知らせなんだかな。はい、6番いるだろ。はい、6番残り6日になったか。ちなみにどういう状況だったかちょっと特別に教えてやろう。はい、はい、どんな状況なんですか。まあ水槽の中にな、まあ、こんな風に真ん中にこう、はいはいはい、埋まってたんだ、はいはい、水の線みたいな感じで、はいはい、ここにね、羊毛が置いてあったんだ。なんか改心したと見せかけてああいうことをするか。お前は違うよな。違いますね。お前はもう反省したんだよな。はい、すいません、あとなんかちょっと食べ物をもらえると嬉しいです。わかった、お前の作った魚が合うかな。ちょっと結構お腹空いちゃうみたいなんで、僕ありがとうございます。よし、じゃあ頑張るように。はい、お会い次第連絡をくれ。はい、わかりました。バカだな6番本当にな。6番。はい、僕はバカです。6番。はい、お前は残り6日になった、1週間を切ったところなんだが、はい、今日の夜を迎えた残り5日だ。願いは鶏肉が食べたいな。はい、わかった、それの準備はこっちでしてよ。あ、ありがとうございます。来世ではちゃんと悔い改め、正しい人生を歩む監視みたいな人になれるように頑張ります。まあお前みたいなやつに俺みたいになられたら嫌なんだがな。拒絶。監獄日記3、はい、28日目、今日は処刑されるはずだった日だ。え、俺は監視を一人で殴り殺し、武器を奪ってもう一人殺した。予定通り夜が遅いということで懲罰房に入れられ、翌朝処刑されることになった。え、俺はこれから身を潜めようと思う。脱獄するチャンスは新しい囚人が来る明後日以降しかない。え、ということで9番は就寝の時間とする。はい、じゃあ各々の日数を先に減らさせてもらう。はい、9番。あ、すまない、間違えた。すごい破壊力ですね、監修。すまない、壁が壁が吹き飛びましたけど。看板ごと、すまないな、ついちょっと怒りで怒りで怒ってらっしゃる。俺も監修生活が長くてな。そうですね、日数が近づいてくると、まあ
残りの人生を悟ってな。そうですね、悔い改めて反省していくわけなんだよ、はい、そうですね。まさかな日数が近づいてか、ああいうバカな行動をするやつが言うとは初めてだよ私もとても焦って言うんだ。よし、ということで残り日数を発表する。はい、まず9番残り11日、はい、8番残り8日、はい、6番残り5日おかしい。まあ、わかりやすく言うと月火水木金処刑だなんか、あ、いけるいける。今ね、壁画の裏入ってる、はいはいはい、はいはいはい。で、さらに羊毛ブロックの下のとこ進んでいったら、なんとかね、うん、息持っていったら、ですね、はい、あれです、広場に通じました。広場おー、広場。そうです、今そんで壁画の後ろ通っていったら、はいはい、これ来たとこないとこだ。監修用休憩室と、はいはい、倉庫。え、これなんか絶対あるじゃん。絶対あるね。ちょっと見よう、倉庫。気をつけてね、貫通板とか。あ、待って、鉄あった。おお、ちょ、監修用倉庫も調べた方がいいかな。てか休憩室だったっけ。監視が休憩してる説はないから大丈夫かな。ちょっと待って、見に行ってくるわ。待って、羊毛ちょっと敷き詰めて。え、壊していいブロックか。ひび割れてるように見えるけど、わかんねえ。ちょっともう一回行こう。わ、怖っ。怖い、もう怖い、俺も怖いのだな。よし、行きます、俺。ヘタレが発動する。監修休憩室行きます。いってらっしゃい。入った。つけて。なんか本がたくさんある、椅子と。そしてこっち。丸い石か、これ。なんか休憩室だ。寝室。チェストがあって。チェストには何も入ってない。うわ、なんかチェストめっちゃある。でもこれ絶対なんか全部調べてみるか。あれ、ひび割れた石レンガって石のつるはしでいいんだよね。石のつるはしでいきます。わ、そうです。え、俺今ね、めっちゃ石レンガ、これ石レンガ壊していいんだよね。うんうんうん、この先なんかあんの。あ、ここ通じてる。え、なにこれ、なんの音。うわぁ、ここに石炭あったのか。あ、精錬所来た。精錬なんたら。おお、はい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 。その中は？精錬なんたら、精錬なんたら。あ、なんかバケツがある殻の。バケツ？はあ。8番。はい。どうだ作業は？いや、まだもうちょっと時間かかりそうです。そうか。今日中に終わりそうか。そうですね。朝には。多分どうだろう。赤、でもとりあえず白いのは全部壊し終わって、今赤いの貼ってます。わかった。その特別な報酬ということに関してなんだが、はい、明日の朝お前にはちょっと特別なところに行ってもらう。え、はい、じゃあ、作業頑張るように。頑張ります。バカ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 、目の前にいる、目の前にいる。うわ、反省してるか。反省してます。ちなみに牛鬼だな。はい、反省用のなんか熱々に熱したマグマブロックっていうのがあるの。ちなみにどうだ牛鬼は、反省の誠意を見せてみないか。ついでだから。あ、焼き土下座的なやつですね。そうだ。じゃあいきますよ。ふんぬん、本当にすなんで言っちゃうの、見てよ。あっぶね、あ、俺のね、俺の一瞬見られて、はい、え、はい、いぶかしんでこっち来たの、はい、怪しんで、で今、はい、すぐ隠れて今ね、あともうちょっと、もう一歩こっち来たら見られてた。あっぶね、クロノアさん、いぶかしんでって言葉使うのすごいなすごいな俺歌でしか聞いたことないよ、俺じゃあ、朝のご飯を配るか。9番。9番。ランニングは楽しかったか？監修？どういうことですか？あれだ、牧場の隣を走っちゃダメだろ？ 9 番。え？え？え？ 9 番が走るわけなくないですか？
そうか。いぶか死んじゃって。あそうか。俺は今どこにいると思う？え、どこだろう。9番の部屋だ。お。一回監視その9番の部屋から出て一泊置いてもう一回見てみますね。わかった。じゃあ10秒だけ待ってみよう。はい。10秒ですか？はい。はい、10秒はい。9、8、7、6、5、4、3、2、1。おはようございます。ちょっと、いました、いました、本当にいましたって、いましたってなんでですか。懲罰房に入れられた二人、本当に脱出なんかできるの？赤い絨毯を張り終えたペインテク、よく頑張りました。褒美は、面会？あなたは？次回、面会者トラゾー。君の心も監禁しちゃうぞ。